いつもご視聴ありがとうございます。進藤です。今日はですね、あのタイトルにある通りヴィンテージエルメス買っちゃった、もう出落ちですよね。もうネタバレてるんですけれども、最後までご覧ください。買っちゃいました。すいません、買っちゃいましたというか十数年前に買っていました。これ僕今日着てるの、これあのヴィンテージのエルメスのプリントシャツで、左右がもうパネルになってピタッともう柄合わせもされてるプリントシャツ。実はシルクのプリントシャツっていうのが僕は個人的にはすごい好きで何枚か持ってるんですけれども、やっぱり個人的な趣味ですよ。シルクのプリントシャツのこう最高峰はジャンニー・ヴェルサーチとエルメスっていうのが僕の中であって、それは柄の取り方の贅沢さだったり、本当に一番贅沢にシルクを使いながらシャツを作るというですね、もうちょっとこう自分が今できるものづくりでは到底できないだろうなというぐらい贅沢なものづくりをしているところに惹かれて、これは買いました。でですね、結論、人には勧めません。あの数枚持ってます。ヴェルサーチもエルメスも何枚かずつ持ってるんですけれども、勧めない理由もちゃんとありまして、正直言って来ません。僕これ今日来たん3回目ぐらいです。それなりに金額はするんですけれども、着回しが全く効かないというですね、自分の YouTube で発信していることと全くをもって逆の方向にあるプロダクトです。で、これ本当気に入ってるんですけれども、何が気に入った、これ気に入ったところをお見せしますね。実はですね、まさかの銅柄のベストを持ってるんですね。これはですね全くお勧めしませんので、プロダクトとして美しいなと思って買われる方にはお勧めしますが、着こなし安いかどうかというのは、全くもって保証できないので、やめた方がいいと思います。クオリティとかプロダクトの細かさとか、もう本当にね、この柄が真ん中に入ってるとか、左右の柄が合ってるとか、さらにシャツとこれが合ってるとか、もう結構ねこの辺のところは感動もんなんですけれども、こういうのはあまり人にはおすすめしない、満足度の高い買い物のお話でした。ヴィンテージのもののいいところって、今の技術では作れないものだったり、その当時にしかなかった柄だったり、その時代からこう酸化したり生地が劣化していって今の雰囲気にすごくぴったり合って美しくなっているものとか、いろんな魅力があるんですけれども、古いからいいっていうものではなくて、やはりそれに何か理由があるっていうのがヴィンテージに惹かれる一番の部分だと思うんですね。で、まあそのヴィンテージつながりじゃないんですけれども、私どものオンラインストアではタイミングがあったりご縁があると、ヴィンテージのファブリックというのを今取り扱うことって結構多いんです。今シーズンもうすでに僕もご紹介したんですけれども、例えばこれはヴィンテージのカシミヤファブリックなんですけれども、ブラウンにフィンジャックリアルテーラリング、フルキャンバスの、これ日本の、テーラーさんで作ってテーラーさんというか、工場でものづくりの現場で作ってるんですけれども、これはヴィ、ンテージのカシミヤ、これは黒とグレーとブラウンがミックスされた少しかすりのようになった生地なんですけれども、やはりこれのいいところっていうのはもう色合いとか雰囲気なんですよね。こういう生地がじゃあ、現代で手に入るかというと、やはりヴィンテージを手に入れるしかこの当時の雰囲気ってしか出ないし、やっぱ質感も素晴らしいというところで、ヴィンテージだからいいんじゃなくて、いいヴィンテージがあったら手に入れる。なのでこのですねブラウンのやつはですね、僕はもう入ってきた瞬間に一番最初に買いました。お客様に渡す前に買ってしまったというですね、そういうアイテムなんですね。で、着こなしの幅も広いし、とにかくヴィンテージであっても僕派手派手しくて着こなしが難しいものっていうのは、例えば今日僕が着てるこのシャツなんかはなかなかやっぱり自分のワードローブに入った時に活躍の場が少ない。でもこのブラウンのジャケットは実際に一つ買いやすいし、もう一つですね、これナポリメイドの、フィンジャックの方でも、これはヴィンテージのピアチェンツァのカシミヤなんですけれども、少しやはりジャケットとしてはちょっと肉がある、そういう生地で、でブラックでメイドインイタリーとイタリージャパンメイドを分けた理由っていうのは、少しこちらの方が柔らかな雰囲気で着れるんじゃないかなというところで
なんかメイドインイタリーのものにした。でさっきのブラウンのものはある程度仕立ての雰囲気がかっちりした方がいいと思ったので、そちらが得意なところで作っていただいたっていうので、適材適所でものっていうのは僕らのところの、マスタープランで取り扱う商品には分けさせていただいていて、それには理由があって、こういう着こなしをしてほしい、こういう方が着やすいんじゃないかというようですね、そういう意図を明確に持った上で、ものをこう取り扱ってるっていうところで、まあ、このヴィンテージカシミヤのジャケット、これですね、やっぱりその肉感だったり、やっぱその艶感みたいなのの、昔からなんかヴィンテージカシミヤのジャケットってやってるんですけども、まあ、久しぶりにいいの出たなというところで、ヴィンテージカシミヤのこのブラックのジャケットを今回地では提案させていただいているというですね、まあ、間違いなく買っていただいて、ご満足いただける素晴らしい一品になっております。このシャツと違ってやっぱりめちゃめちゃきますから。僕なんでカシミヤのアイテムを人におすすめするかっていうのがあって、まずは何よりもやはりそのカシミヤが一番皆さん分かりやすいところって質感だと思うんですよね。手に触れた時に、あ、やっぱりこの滑らかで柔らかな手触りっていうのは、心地いいなと感じていただけるものだから、僕はカシミヤをおすすめするし、いろんな方とお話ししててもやっぱりカシミヤのものっていうのはどちらかというと僕は特別感があると思うんですよ。でそれは値段じゃなくて、なんかカシミヤのものって大事にしようって思う、大事にしようって思うことはものをずっと長く着ようと思う、ものを大切に扱うっていうことだと思うんですね。でそういう思い入れを持ちながらお買い物して大切に着ていくことの方が、僕は今よく話題になるサステイナブルとか SDGs ということにつながると思っていて、先ほど紹介したようなヴィンテージカシミヤだったり、今僕が着てるこれは僕はすごく大切にもう10年ぐらい持ってます。でやっぱそういうふうに思えるものを手にすることが、僕は環境負荷も少ないと思うし、さらに自分のワードローブもより豊かになってくるっていうところで、ずっと言ってるんですけど、5年ぐらいお前言ってること一緒やねんか、5年経ったかな YouTube 始めて、まあ物を大切にして、それでこう長く着れるものを増やしてワードローブを豊かにしていきましょう、それでファッションを楽しんでいただきましょうっていうのが、まあ、カシミヤを勧める理由なんです。だから今回アウターもカシミヤシリーズっていうのは拡張しました。どういうものを拡張してるかっていうと、先日もご紹介しましたこれですね、これは、ミリタリージャケット M65 と言われるそのスタイルに、ベースを置いたカシミヤのフィールドジャケット、ミドル丈で、4つポケになっていて、これは冬場に出かけるときにバッグとかなくても結構ポケットに物入るからめちゃめちゃ便利なんですね。で、まあ、ミリタリー由来で、男らしいデザイン、さらに機能性あるディティール、これが組み合わせる、それにプラスカシミヤのタッチの柔らかさだったり色艶っていうのが加わっているので、リッチで男っぽくて、でフィッティングは太すぎず細すぎず、大人の方がいろんな着こなしに着ていただけると思います。スーツジャケットの上に着ていただいてもいいし、カジュアルでニットに着てもいいしっていうところで、着こなしの幅は非常に広くなっております。もう一つアウター、これもカシミヤ、このタイプ初めてなんですね、フーデットのカシミヤ、これネイビーのフーデットブルゾンで、先ほどのものよりは少し着丈が長いタイプです。でポケットもハンドウォーマーっていうのもついてますし、下にパッチポケットもついてますし、さらにこれもフィッティングはある程度ゆとりは持ったようになってるんですけれども、より人の体が綺麗に見えたりシャープに見えたりする、フードから襟元にかけてのラインもすごく綺麗に出るし、これ締めていただいてもデザイン的にもすごくいいし、さらに前を開けてストールなんかを出していただいてもいいしっていうところで、とにかく先ほどの M65 とまたちょっと違う雰囲気なんですけれども、これもなかなか男性を魅力的に見せる、そういうアイテムに仕上がっていると思います。やはり大人の方に僕は着ていただきたいと思いますし、もしお若い方でも物を大切にして長くリッチな気分を味わいながら洋服を着たいというんだったら、僕はこういうアウターをですね買うのがいいんじゃないかなと。今ビジネスで硬いスーツジャケットを着る方でも、僕はこういうのを仕事に着ていっても許される環境であるならば、こういったアウターを持つのも、コートの代わりに持つっていうのも、僕は一つアイデアとしてはいいんじゃないかなと。
いろいろヴィンテージのカシミヤの、あのシルクのシャツからいろんなカシミヤだったりっていうところ行きましたけれども、まあ、結論は、物を大切にでファッションを楽しんでワードローブを豊かにしてくださいというですね、そういう思いがですね僕ずっと変わらずありますんで、動画を最後まで見ていただいた方、本当にありがとうございます。ちょっと楽しいと思ったら登録していただいたり、あのファッション好きな方に勧めていただくとですね、僕のモチベーション上がるんで、ぜひですね、また僕も私物紹介とかしてくださいとかってよう言われてたんで、久しぶりに私物紹介しながらですね、あの僕の買い物失敗談も交えながらお話しさせていただきました。皆さんご視聴ありがとうございました。